独ソ不可侵条約、独ソ不可侵条約、独ソ不可侵条約は、1939年8月23日に、ドイツとソ連の間に締結された、不可侵条約。天敵と言われたヒトラーとスターリンが手を結んだことは、世界中に衝撃を与えた。条約は、別名署名したモロトフ、リッペントロップ両外務大臣の名前を通り、モロトフリッペントロップ協定。 m イコール r 協定とも呼ばれる。公表された条文は、相互不可侵及び、中立義務のみであったが、この条約と同時に秘密議定書が締結されていた。これは、東ヨーロッパとフィンランドをドイツとソビエトの勢力範囲に分け、相互の権益を尊重しつつ、相手国の進出を承認するという性格を持っていた。独ソ両国によるポーランドへの侵攻、ソ連による バルト諸国併合とフィンランドに対する冬戦争、ソ連によるルーマニア領ベッサラビアの割譲要求は、この秘密議定書による、黙認の、もと行われ、これに伴い、イギリスとフランスによるドイツへの宣戦線布告を招いて、第二次世界大戦を引き起こした。この条約に基づいて独ソは、占領地でを行ってで、武器の供与も行うなど、しばらく準同盟関係を持ったが、 1941年6月22日に、ナチスドイツがソ連に侵攻して条約は破棄された。ヒトラーは著書、我が闘争の中で、東方に、地続きの植民地、いわゆる、東方生存権の獲得が必要であると述べていた。また、国家社会主義ドイツ労働者党は反響を、党勢としており、ソビエト連邦に対しても強烈な批判を行っていた。しかし、 バイマル共和政下の政府は国際的に孤立していたソ連とラバド条約を締結していち早く関係を構築し軍事面でも密かに協力を行っていた国家社会主義ドイツ労働者等の権力掌握後はこれらの関係は断絶状態となり反共のための外交活動もしばしば行われたドイツ国防軍情報部アプベア局長 ビルヘルム・カナレスは東半球国家日本と連携して、ソ連を牽制する反サモの構築を目指し、国防軍や外務省内の親中派を抑え込み、中毒合作、外傷与アヒム・フォン・ディペントロップも抱き込んで、日独防共協定を見させた。また新衛隊により、大粛清の引き金となったミハイル・トゥハチェフスキー、赤軍元衰の失脚工作も行われている。 一方ソ連はフランスのいわゆる東方ロカルノアンに同調していたがドイツとポーランドの拒否によって決裂した1933年以降はフランスとの二国同盟政策に協調的になったフランスとソ連は1935年にお締結し事実上の同盟関係となったこのフランスとソ連の接近で二正面作戦を強いられることがドイツでは懸念された一方で 中英大使時代から繁栄感情を抱え、英仏とのミュンヘン協定も、ドイツの外交上の敗北としていたリッペントロップは、独異日祖によって英仏に対抗する構想を固め始めていた。1938年1月にはヒトラーに対して繁栄構想の覚書を提出している。しかし百三十八年十月のミュンヘン会談による対独優和は、英仏が ドイツのソ連侵攻を黙認しているのではないかという疑念をスターリンに与えた。またこれ以降米仏でドイツのウクライナ進出に関する新聞記事が複数掲載された。1939年3月10日の第10回ソビエト共産党大会でスターリンはドイツのウクライナ進出報道はソ連を怒らせドイツと紛争を起こさせるのが目的であると演説している。その一方で スターリンがドイツへの接近を決めたのはミュンヘン会談で英物がソ連の安全保障にも大きな影響があるチェコスロバキをドイツに渡した結果であるとするつまり1938年9月以降とする説がある。またジョージ・ケナンはスターリンは1937年にはすでに決意しており大粛清は独ソ接近に対する反対派を処分する目の手段であった。 と考えている。一方でドイツ側でもポーランドに対する軍事作戦を検討しており、その際にソ連の行為的中率は最低必要条件であった。ヒトラーはポーランド侵攻作戦、白の場合、ホール・ワイズの政治条項を自執筆していたが、その際もポーランド孤立化成就を希望していた。しかし反響を謳っていた経緯から、たやすく対素接近ができる状況ではなかった。 4月17日、ソ連中毒大使メレカロフが不任以来初めてドイツ外務省を訪ね、ドイツとソ連は正常な関係を結ぶべきであるというメッセージを伝えた。5月には外務人民委員マクシム・リトビノフが解任され、後継にビアチェスラフ・モロトフが就任した。フランスへの接近を担当してユダヤ人でもあったリトビノフの解任は、 対独接近の意思表であると受け止められた。しかしこの時点でもヒトラーは積極的に対素接近に動くつもりはなかった。一方でソ連は英仏との間でも交渉を行っており、5月24日にネビル・チェンバレン首相が近くソ連と完全な合意に達し得る可能性があると演説を行った。危機感を持ったヒトラーは方針を転換してリッペントロップと中祖大使に ソ連との交渉を行うよう命令した。リッペントロップは、この際に日本とイタリアの中毒大使に、同盟交渉について内報してるが、日本大使、大島博士は激しく反対し、この情報を東京に多伝することも拒否した。イタリア大使も、ドイツ側からの接近には、否定的であり、ヒトラーは同盟交渉を一時中止した。しかし5月30日になると、 再び同盟交渉を命令した。ところがヒトラーは6月29日に再びソ連との接触停止を命じた。しかし今度はソ連側の対応が積極的となった。ソ連中ベルリン通商代表は独ソ通商協定の締結交渉を申し入れ、ドイツ側との交渉が活発となった。一方で7月23日には英仏との間で 軍事協定の交渉に入ることが合意されており、ソ連はドイツと英物を両天秤にかけていた。この情報に危機感を持ったドイツ側はポーランドやバルト諸国問題でもソ連の権益尊重を約束しても良いと訓練し、中祖大使シェレンブルクにモロトフと直接交渉を行うよう命令した。8月3日にモロトフとシェレンブルクの会談が行われたが、モロトフは 具体的な交渉に入ろうともしなかった。一方で、英仏がソ連との交渉に派遣した、交渉団は十分な権限も与えられておらず、英仏が用意する兵力も十分でないなど、ソ連側は英仏の提案に失望していた。8月16日にモロトフは、シェレンブルクと面会して、立憲トロップの放送を要請し、さらに不可侵条約の締結。 日ソ関係改善のためのドイツによる仲介、バルト諸国への共同保障を提案した。報告を受けたヒトラーは、モロトフ提案を全面的に受諾し、週末に、リッペントロップをモスクワに派遣すると、ソ連側に伝えた。8月17日にモロトフとシェレンブルクは、再び会談し、モロトフは、不可侵条約の不可分の一部として、相互の権益を定義する。 議定書締結を提案した。ところが、ソ連側は立憲トロップの受け入れをなかなか表明せず、8月19日になって、独ソ通商協定が調印される1週間後に、立憲トロップがソ連を訪問するよう提示した。9月1日のポーランド侵攻の予定日が迫っており、ヒトラーはスターリンに神殿を送り、8月22日、もしくは8月23日に、 立憲トロップが放送できるよう要請した。8月21日、ソ連代表クリメント・ボロシーロフ元帥は、英仏との交渉を無期限延期とし、交渉は事実上中止された。同日ドイツ時間午後7時、ドイツ国営放送は、ソ連政府からの重大提案が行わた旨を公表し、現在交渉中であると伝えた。午後9時には、シェレンブルクが23日に、 立憲トロップの放送を受け入れるというスターリンの返事を多電し、午後10時20分には独素不可侵条約成立がラジオで放送された。報告を受けたヒトラーはテーブルを叩いて歓喜し、スターリンがソ連軍兵士を越兵する映画を上映させて鑑賞し、これでこの連中も無害な存在となったわけだと呟いたという。しかしこの方針を受けて党が動揺しないかという。 ハインリヒ・ホフマンの質問に対しては、党は私が基本原則を捨てないことを知っていると語った。リッペントロップは、モスクワ時間8月23日午後1時にモスクワに到着し、午後5時からモロトフと会談を行った。午後8時5分にリッペントロップは本国に調印の許可を要請し、通知を受けたヒトラーもすぐ横託した。深夜にが行われ、 スターリンも出席した乾杯が幾度も行われた。退出しようとする立憲トロップにスターリンは、我がソ連は、決してパートナーを裏切りませんぞ。決して、です。と声をかけた。条約は、全7条。内容は次の通り。笹本春に、第二次世界大戦前夜、岩波新書、1969年より抜粋。公表された条約の内容は、 上記のようなごく平凡なもので、毒素の結択という大事件の結果としては取るに足らないものでしかない。そのため、必ず裏取引、秘密議定書があると、成立当初から疑われていた。事実、第二次世界大戦後にそれは明らかにされている。そこでは、東ヨーロッパにおける毒素の勢力範囲の線引きが確定され、バルト三国、ルーマニア東部のベッサラビア、フィンランドを、 ソ連の勢力圏に入れ、独ソ両国はカーゾン戦におけるポーランドの分割占領に合意していた。秘密議定書部分は全4条。その内容は次の通りである。なお、後にバルト三国がソ連により独立する際、上記の秘密議定書を根拠に主権の回復を主張することになる。ヒトラーは偉大な二つの国が荘厳な条約を締結したとしながらも、 調印時に撮影された写真を見るとスターリンがどの構図でもタバコを持っていたため条約の調印は厳粛な二識だとして写真を修正して取り除かせた。またヒトラーはスターリン肖像写真を拡大させて耳を確認し耳たぶが肉に食い込んでいないためユダヤ人ではないと判定している。ドイツ宣伝省、ヨーゼフ・ゲッペルスは日記に昨日我が国はソビエトと 不可侵条約を締結した。これで、ヨーロッパの力の均衡が揺らぐ。ロンドンやパリは耳を疑うに違いない。世界の反応を解くと見物しよう。と記している。翌日、ヒトラーは、ベニート・ムッソリーニイタリア王国首相に手紙を出し、条約締結についてのドイツの意図を誤解しないように、伝えた。ドイツの国民もおおむねこの提携を喜んで受け入れた。 反響を通してきた古参なち党員たちの間には複雑な感情が残ったものの指導者原理に従ってこの決定を受け入れた。ローゼンベルクはまるで古くからの党の仲間の間にいるかのようという調印の時のリッペントロップの感想を非難している。またイデオロギー的に対立していたナチズムと共産主義の提携が世界の共産主義者や社会民主主義者、そして 反共主義者に与えた影響は大きかった。アメリカ共産党のアール・ブラウダーやフランス共産党などは、この提携が究極的な反ファシズムの戦いに乗り出したためで、あるというモスクワの公式見解を受け入れた。一方、かつて日独暴共協定を結び、さらにドイツと同盟交渉中であった、日本の政界が受けた衝撃は甚大であった。当時日本はソ連及び、 モンゴル人民共和国との国境紛争ノモンハン事件19395月11日から9月15日の最中であった。8月25日に平沼内閣は日独同盟の締結交渉中止を閣議決定した。8月28日には平沼喜一郎首相が欧州の天地は複雑回帰なる新情勢を生じたために同盟はたるを打ち切ると声明し、 責任を取って、総辞職した。ポーランド及び、イギリスとフランスは衝撃を受けたものの、ドイツに抵抗する姿勢を変えなかった。英仏は8月25日、ポーランドと、相互援助条約を結んだ。しかしドイツはこの条約によって、ポーランドを孤立化できると考え、同年9月1日、ポーランドに侵攻した。イギリスとフランスは、相互援助条約に基づき、九月三日に、 ドイツに対して戦線布告し第二次世界大戦が開始された。9月17日にはソ連がウクライナ系ベラルーシ系市民の保護を口実にポーランド東部国境から侵攻を開始した。独ソ両軍は衝突することもなく秘密議定書の分割戦に従ってその占領域を確定させた。9月28日には独ソ不可侵条約を前進させた。 ドイツソビエト協会友好条約が締結された。英仏はソ連に対しては宣戦布告を行わなかった。立憲トロップは繁栄思想からドイツソ連イタリア、日本のユーラシア四国同盟構想を持つようになり、ソ連及び日本に対して本格的な同盟交渉を開始した。また日本においても高木総吉、白鳥敏夫、松岡洋介といった人物が、 同様の四国同盟を構想するようになり、日独一三国同盟の成立や日ソ中立条約の成立に結びついた。イタリアはすでに1933年にを結んでいた。一方で1940年6月27日にソ連がルーマニア王国に圧力をかけ、ベッサラビアと北ブコビナを割上させたことはヒトラーを怒らせた。 北ブコビナは秘密議定書に言及されておらず、ドイツ側はこれを協定違反と見ました。さらに6月30日、第二次委員裁定によって独位がルーマニアに保証を与えたことはソ連を刺激した。ヒトラーはバトルオブ、ブリテンの失敗により、イギリスを屈服させるためにはソ連を打倒するほかないと考えるようになり、7月30日、ソ連が粉砕されれば、 英国の最後の望みも打破されるとして、ヨーロッパ大陸最後の戦争である大祖戦の開始を軍首脳たちに告げ準備を開始させた。8月18日にはドイツがフィンランドと協定を結び、9月18日からドイツ軍の中東を開始した。11月12日からはベルリンでヒトラーとモロトフの会談が開かれたが事実上決裂した。 なおも新素繁栄に囚われていた立憲トロップは四国同盟案をモロトフに持ちかけた。スターリンはこれを見て、同盟の対価はなおも釣り上げが可能であると考えていた。11月26日のスターリンからの回答は、条件付きで同盟を受諾するとしながらも、その条件はドイツにとって受け入れ不可能である。フィンランドからの撤兵、ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡の咀嚼などであり、 ヒトラーはこの申し入れについて何と回答しなかった。12月18日には総統指令21号が発令され、1941年5月15日にソ連に対して侵攻を開始するというバルバロッサ作戦の作戦準備が指令された。その後も表面上両国関係は平穏であった。1941年1月10日にはソ連から ドイツに物資を引き渡す協定とドイツがリトアニア領の引き渡し要求を放棄する協定が成立した。しかしソ連からの物資が滞りなく流入していたにもかかわらずドイツの支払いは不自然なほどに引き伸ばされたり工作機械のソ連への引き渡しが当局によって妨害されたりもした。ソ連側はこの対応に抗議を行ったがスターリンは それが行き過ぎないように交渉者にブレーキをかけていた。この頃松岡外相がドイツを訪問し、立辺トロップに日ソ中立条約の件を話した。立辺トロップはこんな時期にそんな条約を結んでも何の益もないと冷淡であった。しかし松岡は意に介さず、モスクワで中立条約を締結した。この際、モスクワを離れる松岡を見送ったスターリンは、 ドイツ大使シェレンブルクの肩を抱いて、我々は友達でいなければならない。我々は君たちと友達でい続けなければならないいかなる場合にもだ。と叫んだ。当時ドイツ軍航空機の領空侵犯事件が頻発しており、軍情報部もドイツ侵攻の危険をスターリンに訴え続けたが、それらは無視、あるいは処罰された。アンドレイ・エリオメンコ原水は、 スターリンがナチスと資本主義者を争わせることを望んでおり、ドイツへの防備体制の構築がヒトラーを刺激し、赤軍の準備が整わないうちに攻撃されることを恐れていたと回想している。1941年6月22日、ドイツ軍はソ連領内に侵攻を開始し、条約は事実上破棄された独ソ戦。リッペントロップは反狂乱となり、 ソ連大使に対して私がこの侵略に反対していたということをも加えに伝えて欲しいと述べた。スターリンも大きな衝撃を受け、ドイツ軍への爆撃は国境を越えないように指令する。ほか、日本を通じて交渉を開始しようとするほどであった。フリッツ・ヘッセはリッペントロップから聞いた話として、ブルガリアを通じてソ連から休戦が申し入れられたが、ヒトラーは 勝利を確信していたため拒絶したとしている。1941年7月12日、ソ連は同じくドイツと交戦していたイギリスとを締結して、連合国側に本格的に参戦することになった。この条約の締結により、ドイツは東西に正面での開戦という最悪の事態を避けられるようになり、英仏との戦いに有利な状況ができたため、 第二次世界大戦の勃発を早める結果となった。戦後に東西冷戦が始まるとアメリカを中心にこの点が問題視され、スターリンはヒトラーの背後の安全を保障してやってドイツと英仏を戦わせ、両陣営が消耗するのを待ってヨーロッパの支配に乗り出す魂胆だったのだと主張されるようになった。一方で、真相的な言論の中には当時のソ連が 英仏独という大国のいずれからも敵視され戦争、巻き込まれる危険を抱えていたので、ドイツか英仏のどちらかと手を結ばざるを得なかったので、ある、とする意見がある。いずれにせよ、ヒトラーもスターリンも独ソ不可侵条約は、互いの勢力拡大の前段階としての一時的な、協調に過ぎないと考えていたのは確かである。条約は1941年6月に、 ドイツからの攻撃開始で破綻したが、仮にドイツが先制攻撃をしなかったとしても、いずれ軍備増強が完了すれば、ソ連の方から先端を開いたであろうことは、日ソ中立条約の例下も十分考えられる。実際、独ソ戦では、初戦でソ連は大敗北を喫したが、それはドイツ攻撃のためソ連軍が南方に集結しており、中央部の防御が、 手薄になっていたためだとする説もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。